豊葉鉱山案内地図豊葉鉱山は、北海道札幌市南区上山系にあった金属鉱山。銀、インジウム、銅、亜鉛、鉛などを産出していた。インジウムの産出量は1999年度は89トンで、世界の30%を占めており、世界第一であった。新日光グループの豊葉鉱山株式会社が創業していた。 札幌市の奥座敷と言われる、定山系温泉から約 13km にし、札幌市中心部からは約 40km 南西に位置する。鉱石の輸送のため、かつては鉄道も敷かれていたが、後にトラック輸送に切り替わっている。豊平鉱山の周辺は元山地区とも呼ばれる。かつては多くの住民が、 元山地区で生活していたため、小中学校や団地、体育館、プール、神社等が、比較的綺麗な状態で残存していたが、2013年、現在は全て解体されている。2000年末時点で、校内作業員の輸送用のエレベーターは、地下約600メートルまであり、公道の総延長は40キロメートル以上に、達していた。豊葉鉱山は、交渉新部になるにつれて、 地熱の影響で校内が高温となり、冷却設備を施すと、コスト高となることから、従来工法での火災範囲の資源枯渇を理由に2006年3月31日を、もって、採掘を停止、休山した。同年2月末に創業を休止し、3月25日に、休山式が行われた。採掘の対象だった。 鉱脈自体はさらに深部まで存在することが確認されているが、葉っぱに使用するダイナマイトが岩盤の高温に耐えられず、現在の採掘技術では事業継続が不可能である。校内から出る排水処理は続いており、2011年12月には新棚校排水処理設備が本格稼働した。南区石山地区には先行所跡や排水場が残されている。 ただし、立ち入り禁止となっているため、関係者以外は自由に出入りすることができない。東日本大震災後の脱原発に関連して、東高山の採掘の際には、問題となっていた校内の高温が、地熱発電に活用できる、可能性が注目されて試験用の井戸が採掘され、2012年6月25日に、蒸気噴出試験に成功した。ABC u ターン IT 支える大宇鉱山札幌南区、液晶材料インジウムで、脚光国内需要の半分を、産出世界の3割、高温多湿の中採靴北海道新聞。ABC、豊葉鉱山復興。北海道新聞。AB、豊葉鉱山橋、平山山の宿命にじむ無念さ、ロケ地に、新たな動きも。北海道新聞。AB、 排水処理100年計画豊破鉱山跡地新設備が稼働。北海道新聞。AB、ポスト原発社会豊破鉱山跡蒸気紛失試験に成功地熱発電動内計画地でしょ。北海道新聞。地方鉄道及び軌道一覧。昭和18年4月1日現在。ありがとうございます。